可愛すぎた。ペポちっちゃいままでもいいよって思ったくらい。そう、このペポめっちゃ可愛かった、ね、映画で見たい。ペポがね、ローが悲しむからやっぱ戻っててよかったけど、大きくなってよかったけど、ローが悲しむからね。ローが愛おしそうにさ、ペポのことを思ってるのが可愛いよね。はい、まあということでね、開封しました。20個、とんでもない量ですね。でもかぶり結構多かったな。だから24種でしょ、今回のがこんぐらいで、でその前回開けたやつね、これやばい、ちょっと前回のやつで、私そうファンの方にねもらって何枚か、実はそうだ、ローとかね、そう私ベポも欲しい、ベポのシール1枚も当たってない、待って無理、追加しようかな、どうしよう。でもここで30個開けたい気持ちもあるんだけど、開けたらマジウエハースの処理の仕方をどうしようっていう気持ちと、でもこれで30個開けといた方が帰った時に追加どんぐらい買うかをちょっと考えられる可能性もある、どうしようかな。ちなみにあと何種類で揃うのかをね考えたい。ファンの方にはだからシャンクスと、実はブルックとナミさんももらってます。あとゾロとローももらってる。でも私ベポが欲しいの、ベポがこういうの集め出したら止まらないんだよね。だから結構ワンピの実は実はすごい無視してるんです。もうだって集め出したら止まらないって分かってるし、ちょっと仕事に支障出そうだったので、ちょっとそういう感じでセーブはしてる部分はセーブしてるんですけど、はい、とりあえずそのグッズって1個集め出したら止まらないよねっていう、共感してほしい。そう、もうさこれ西日本にしか売ってないんです、このウエハースチョコが。そうで、この間その結婚式の時も見つけて自分で追加で買ったのね、10個ぐらい。そうママにもらう分もあったけど、そう買ってたの。コンプ目指したい、これ初めて、こういうのやったことないんですけど、実はそれ10個でなんか満足しとこうって、そのもう10個、この10個しか買わないとかそういう感じでやってたんですけど、なんかお母さんがこんだけ買ってくれたのもあって、もうコンプしたいです、そういう気持ちです。田舎なら売ってそうってそうあると思う、まだウエハースチョコあると思う、熊本にはコンビニに売ってると思う。10月の25からそう、あの熊本、西日本か、西日本でそうそうそう売られてて、こういうの沼なんだよ本当に。そうなの、とりあえずコンプどんぐらいしてるかちょっと計算してみますわ。たまらんすね、食べるの大変だって。それな、ルフィが1枚しかないのか、ちょっと保証欲しい、保証が3枚ぐらいあったら1枚ぐらいはさ、なんていうの、使えるから、使うために欲しい。西日本ってどっからが西日本、確かに9、あれだよね、8で言うと、8で言うと関西からかな。実際どうなんだろうね、どっからなんだろうね。確かにチョッパーかわいいな、ちょうど今チョッパーモチベがそらそうなんだけど、だってさちょうどチョッパーのとこ見てたから、ていうかもうドクトリーヌが好きって感じ。キルルクも好きだけど、ドクトリーヌっていいやつだよな、本当によ。でもなんかウタちゃんのこれ嬉しいな、めっちゃ嬉しい、2枚あったの。ゾロ、そっかゾロがでもいっぱい出たね、妹にあげよう1枚、3枚あるから今ストックあるから
ストック効いてるから使えるね。うん、そう。うわ、西ロハ、あ、そうか。ヘルメッポ、ヘルメッポもあげよう、いっぱいあるからヘルメッポあげよう、受ける。え、自分で今30個開けた結果、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18種です。7種出てない。マジか。30個で17種。あ、じゃあいけるかな、残り30個あるんだけど。え、待って、60個開けてんの、やばくない？これで追加しようとしてるのか、私。かなりのウエハースチョコの人生になってしまうな。まあよく考えたら。なるほど。あと7種か。むず。絶妙。いけるかしら。やば。ウケる。怖っ。あ、でもちなみに、そう、ファンの方にいただいたものを入れると、今10、そうだね、18種。18って言った今私。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18、うん、あと7種でしょ。ここに3種残ってるから、ああと5種だ。あと5種です。あ、違う、あと4種だ。お、ナミさんとローとシャンクスが届いてて、今実はだからそれ入れたら21種、21種ってことはあと25種であるから、あと4種なのか。4種かもしれないけど、その4種ってさ、どうやったら出るの。そこにさ、ベポとかもいるのか、ベポとサニーくんがいるのか。私の、なんで私のさ推しっていうか、ぬいぐるみ持ってるのにさ、シールになってきて、私のとこに来てくれないんだけど、悲しい。ちょうどないんだけど、なんでマジかね。え、そういうもの。あと2種ってなんだろう、ちなみにっていうね。うん、開けるしかないのか。そうか、口の水分全部なく失うんだよね、うん、食べると。うん、でもあと誰がいるのかわかんないんですけど、まあ、サニーとベポがいないのは確実なんですけど、あと2種って何なんだろう。もう最悪その2つ出れば幸せ。あとこの30個の中にいるのかが知りたい。うん、うん、あと何があるか分かる。うん、あ、 AKB のもあったよね。私のもあったんですよ。 AKB のチョコあったよね。ま、あのこのびっくりマン。ん？ AKB コンプしました、すごっ。なかなかむずいよ。うん、あ、ゴードン？ゴードンがある。ゴードンだよね、ありそう、確かに。うんうん、
シャンクスのレアがあるの。プッチョもあったね。あ、プッチョ持ってた。なる、持ってた持ってた、飾ってたよ家に。プッチョ懐かしい。なんかめっちゃ綺麗に並べて置いてた。ま、なんかポジション変えてた毎回その並びを変えて楽しんでましたね。うん、10年前、何年前か。おいしい。すごい前だね、びっくり。あー、いやもうちょっと心配ですけど。あ、じゃあ待って、ゾロさ4枚持ってんのか。1枚なんかに使えるな。使おうとする。ゾロすごい来てない、我が家に。ゾロが最多なんだけど、嬉しい。三刀流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 、全部で全部で12刀流、すごい。それに比べてルフィが一枚しかない。やばいね。ああ落ちちゃった。なるほど、険しいっすね。あと4種当たるのか、どうしよう。じゃあまた次はこの週末終わってからやろうかな。ね、人形浄瑠璃を終えて引いていきたいなと思います。はい。楽しい楽しい。どこに貼る。あ、まとめてください。ペポとサニーとシャンクスレアとウタのレア。ウタもう一枚あるの、すごっ。ペポサニーシャンクスのレアとウタのレア。レアじゃん、しかもレアだからもう諦めつくわ。逆に言うとレアならもう諦めつくもん。もうレアなもんだって。何分の1なんレアってって思ったら、うん。そうなんだ、これレアじゃないんだ、この歌って。3種あるのに、3種プラス、え、すごくない？まあ、歌だもんね今回の回は。頑張って当てよ、当てたい。ここまで来たらね、いや当てたい。シャンクス、ノーマルシャンクスでもいいから。あ、多分これノーマルシャンクスなんですよ、もらったの。ファンの方に実はノーマルシャンクスをいただいております。多分これノーマルです、キラキラしてない。ほんとレア、レアね、欲しいな。すごいな。うん、買うかも、これ買うかもしれない、追加するかもしれない。やばい、本当に。逆にあの、もし熊本で、熊本じゃないよ、西日本でゲットされた方はお恵みいただけるのであれば、言っていただければ、はい、言っていただければ、はい、もう買いませんので、ありがとうございます。買い増ししとく。そうだよね、今しか買えないとかいう言葉が一番響く、本当に響く。タンプレ、確かに誕生日だし、誕生日だしって補正つくよね、誕生月って。よくないよくない。何かと誕生日、誕生日、誕生日だしね、誕生日だしってなんか、うん、結局使ってるんだよね、うん。で、うわぁ、本当にね。でもこんなに推し活できて最高。
私毎年映画してくださいっていう気持ちです、ね、こういう時じゃないとね、映画とかないとね、こういう機会ないのでね。そう最高っすね、幸せっす、ありがとうございます、たまらん。今年の生誕っていつ届くんだろう。そう、今日話会で着ようかなと思ったけど、みんなまだ届いてるって聞いたことなかったんで、着なかったんですけど、どうしようね。ね、いつにしようかな。来月できたらいいけどね、着きましょうって、うん、届いてないよってね。もうみんながゲットしてる体で私もいるからねいつもそうすぎるよね。そう、生誕まだですかって声すごいいただいたんですけど、まだだと思います。多分順番っ子だから、多分まだ先なんじゃないかなすごい呼ばれたのでここでも言っときます。お、東海以降って書いてあった？本当？うわ、東海以降過ぎとるやんで、でも私あの公演を今覚えようとしてて、覚えられるか分かんない、でも覚えられるか分からないけど、資料請求しました。はい。届いたけど、まだ全然ファイルに入ってる。どうしよう。でも私本当に、そう。資料請求はしたけど、そう。手つかず、もう何もできてない。そうなの。もしかしたら、覚えられたらね、はい、そう。でもそう、覚えるなら本当今月ならいけるかな、容量が、自分の頭の容量がまだいけるといいけどっていう、はい、できるかな。とりあえずね、とりあえず置いてるけどできたら、はい、何ギガですかって頭の中、私ギガ少ないからね、毎回だからもう捨てるのが大変、消去消去。でも頭とあの自分の動画のさ、携帯のさ動画のさあるじゃん、フォルダ結構リンクしてて、もう武道館終わった日にも全部消したもん、資料全部消したから、もう武道館のことできない、私もう全部できない、基本曲しかできない、基本曲とリップグロスぐらいしかできない、もうあと分かんない、もう青春タイヤドとか絶対に踊れない、もうそうなの、すぐ消さないと容量リンクしちゃうから。でもそう、思い出に残ってるフリブイは残してるから、結構思い出の曲は結構の残ってる。熊本ツアーとかは全部リハも残ってます。 V なんか捨てられなくて、うん。でももうどうか、ドボンコンもなんか一瞬で消えました。もう忘れちゃった、もう分からないです何曲覚えたのか、そう計算したいなと思ってたの。できるかな今この時間で。ここに全部書いたか覚えてないんですけど、武道館だけでとりあえず被ってる曲ってさ、言い訳メイビーしかなかった気がするんだけど、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。あ、リップグロスか。14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36。旭川入れたら確かに36、武道館で36ぐらいかぶり入れて37、38。旭川もかぶってるんだよね。39、40、41、42、43、44、45、46、41、48、49、50、51。おお、でもそんなもんか。52、53、54、55、56、57、58、59、60、61ぐらいだ。でもあ、とりあえずあの旭川と武道館と何ドボンでもあのその8曲とかも入ってるから、そんなにあの大したよ。実際お初めましてはその中で10曲15ぐらいかな。今回初そんな、まあ、新規構成とかもあったからな。そう、なんかね、10月結構覚えることが多かったから、だからなんかこのこれでいけたってことは11月はここまであのイベントないと思うから、もう頭に入るんじゃないかなっていう期待を込めて資料請求はしたの。ただ本当に起こすのが苦手なんで、うん、いけるかな。この分でも、この分容量消えたんでね、私の中で全部消えたんで、もう今から武道館やりますって言われたらとんでもない。ちょっともう一回ちょっと振り起こしからみたいな。基本曲は入ってるけど、シングルとか8曲とかは入ってるから、まあいけるか。振り起こしが私でも本当にあの一番苦手です。一番苦手だと思う。ビービー言いながらいつもやってます、本当に。ビー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 、先生いないとビー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 言ってます。なんでやだっていう感じで、本当そのくらいね、振り起こしが苦手なんですよ。はいはいフフ僕対ビバハリケーンしか出れなくない、多分ビバハリケーンしか出れない今んとこビバリケーンのあの歌割り一緒のとこしか出れない。でも8公演も正直ずっと出てないから、そう、あの8の公演、雫公演に入ってるじゃん、ビバハリケーンが入ってるんですけど、それそれ以来だからそんなにだな。あ、未来の果実ドボンコンでやった、確かにやったけどね、私もう本当に一瞬で忘れました。でん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 、もう踊れない、もうちょっとやばいですね。あ、いや踊れないな。ボーイズ&ガール、もう踊れない早いよね、本当にすぐ消えちゃうんだけど、やばいよね。だからね、あの、そう、ひななに教えてもらおうって約束してるの、ずっとひななに、ひなな教えてねって1年ぐらい言ってる。もう1年ぐらい経ったそんぐらい経ってると思う。うん、ウケる。僕の太陽って言いたいから出たいんですけど、僕の太陽が大好きだから、曲が、うん、ね、あと何曲、何だったっけ、資料請求、資料ちょうどテーブルにあるわ。
呼んだって言う張りにあった四条図。でも分厚さこの感じよ資料これ覚えればいいってことだもんねこのこれ覚えれば出れるってことだからね。うんってそういろんなメンバーと出れるからさいいよね。それがそういいなって。ドリームチームだもんと。あランランラン出れるわ。ランランランいけます。ランランランとビバハリケーンは出ます。ビバハリケーンが一番自信がありますそれ以外何にもなかったそ中盤の楽曲知らないんです。先輩とかだよね。先輩だっけ。先輩。そんなこんなわけでデジャビュー。うん。ユニットもね何になるかね。無理温かく見守っててください。だからあ出れる出れる今月狙ってるけど今月覚えて来月出るかもしれないし今月覚えて今月出れるかもしれないし今月覚えたとしても1月ぐらいにしか出れないかもしれない。だからちょっと首を長くしてキリンになって待っててください。はい。まだまだ言えません。出ますっても言ってないです。ただ資料請求したよって報告だけです。それだけだから報告は ね。ね。ありがとうございます。聞いてくれてありがとう。途中報告。資料請求第一歩間違いないね。ひなと口約束はでもずっとしてた。僕隊が始まってぐらいから出ようね一緒に出ようねうん一緒に出ようねうんってずっと言ってたけどやっと請求できました。覚えられるかな私の。頑張る。でもあの踊ってみたをまた覚えました。まだ撮ってないんだけどナルタオであの踊ってみたをそうそれをね今どっちかっていうとそっちを今頑張っちゃってて。そういつだカフェ行った日だから一昨日ぐらいか。そう今踊ってみたをそう練習してるんでちょっとそっちを先に。はい難しいなんでしょうね。逆にそう、どういうのが見たいのかがね気になるから、おすすめあったら教えてください。私は全部タオさんに聞いてますけど、タオさんとか、うん、そうそうそう、それ終わったら覚えられるかも。そう、今日も YouTube 更新した。編集しないと、編集しないといけない。やばい。今日も編集します。うん待っててね。ってことで、そう今日はそろそろ終わろうと思うんですけれども、うんそうとりあえず今週末は熊本で人形浄瑠璃やって帰って、メタバースのやって誕生日波動あ誕生日のそう前あの日付変わる時に配信したいなって考えてます。今ちなみに次回のショールームの話早いそこでやろうかなと思ってます。で誕生日波動をそう7から8に変わる瞬間で
で波動波動してこう公園か方公園で一旦落ち着くかな。いや12日か次もで12日なんかイベントだよね。イベントってしか頭に入れてなくて今日みんなが言ってたやつだと思うなんかいっぱい言われグループショットとかすごいグループショットうんイベント踊るのかなそれあ13も方向園入ってる。うんうん、ライブなんだよねそれ。ライブなんだよね。なるほど、容量開けとかないとってなっちゃうね。ライブあるんだよね。ライブ資料いつ届くんやか。なるほど、いろいろあるんや。それは写真あのサイン会もそれだよね多分。すごい言ってた。サイン会もある。そうだよね。リハしてないの。私が知らない間でやってるとかだったらやってるのかもしれない。大丈夫大丈夫1日あるのか丸1日12、13、14、15あ、15もなんかなかったっけイベントがね。そうそうそう15もあるね。なんかさ手首の調子が悪いんだけどどうしたんだろう今日。そう手首が痛いんですよ。15日渋谷らしい。渋谷です。あれ16もありましたよね気のせい。19は広島にいます。19 20もなんかあるし。いやなんかね半年ぐらい前からおかしいんですけど手首でしょそうなんかね書きすぎとかじゃないんです。なんかで行かなきゃと思ってるんだけど病院に行かなくてもいいレベルなんだけどなんかおかしいんですよね手首が。あでも治ってないわ治らないなんだろうこれ波動のせいでもない。半年以上前からなんだろうね波動のせい。みんな波動って言ってるけどなんだろうねこれ。でもね別に踊れるんだけどなんだろうね手首の調子が。行けたら行かなきゃ。そう動物園じゃなくて病院なんで動物って言ったの。病院行かなきゃいけないんですよね。病院行かなきゃ。そう歯医者も行かなきゃいけないんですよね。行くとこ多い。うん私実は親知らずも生えてしまって親知らず抜かないといけなくてなのでちょっとお休みをもらうかもしれません。ただでさえほっぺはプニプニなんですけどさらにほっぺが膨らんでしまう可能性あるので親知らず抜かないと。もう交換しかないっていうなんか垂れ幕みたいなの出てきたんですけどどこに交換を持ったんでしょうか今。親知らず生えるんだってことに。そうやばいよねここがさらにこうもはや本当に動物になってしまうんじゃないかっていう腫れ具合になりそうで無理すぎて無理。舌痛い。もうどんなこと言わないで。もうずっと実は夏ぐらいから抜かないとって思い続けてもう秋になってしまいまた季節が過ぎようとしているこの時期でも行かなきゃってさすがに思ってて今もう、うん、だからね、うん、行かなきゃいけないかもうやだ行きたくないよってずっと言ってるんですけども行かないとさすがにもう危ない。行きたくない本当に行きたくない。そう勇気がなくて行けないだけなんです。行かなきゃって。でも11月会う日多いからみんなにさすがにタイミングが悪いなと思ってるんですよ。でも年末まで持つのかっていう
しかもなんか脅されて脅されてはないです、ただ症状を言われただけなんですけど、生え方が普通じゃないみたいなこと言われて、普通じゃないっていうか、あのちゃんと真面目に生えてなくて、真面目じゃないんです生え方が。だからなんかあのはい、なんかそう大きいところで抜いてもらいなさいみたいなこと言われたんです。終わったマジ終わったと思って、終わった無理終わったすぎる、真面目に生えてくれなかった、まっすぐ育ってくれなくて怖い無理、もう無理だ、本当に無理だ、無理、歯医者は本当に嫌だ、本当に嫌だ、だから気失ってる時に抜いてくださいって思ってる、気を麻酔を全部に打ってほしい、そんなことしてくれるのかな、終わったマジで終わった終わった、コメント見ると、みんなのコメント見ると怖くてもう歯医者に行けません、歯医者に行けないけど、う行く前に腫れそうだから行かないと、もう無理だから抜くときは連絡するから、あのメール送っといて、まだ今から抜くわけじゃないけど、そうなの、だからなんか最近もう気分がたまにうってなる、待って歯が待ってる、歯抜かなきゃいけないのが待ってるって、抜歯が待ってるっていうことがもう恐怖でしかなくて、私あのねそう3本抜いてるんです、もう矯正した時に、歯の矯正した時に3本もう抜いてるんですもうその時の記憶、しかも そいつらは別に割と真面目に生えてる歯だったから、でもそれでも嫌だったんです、そう、それをもう一回やらないといけないっていう、もう本当に泣きそうです。だから絶対に麻酔を、絶対に麻酔を、記憶もなくしたい、知らぬ間に亡くなっていたって状況にしたくて、無理、無理すぎる、どうしよう、本当にそれだけです、最近の悩みは。もう一生抜歯はしないって決めたのに、しないと無理です、します、しないとやばい、とんでもない状況なんです、実は。早いうちに抜いた方がいいよ、そうだよね、そうだよね、でももう本当に本当に嫌だ親知らず抜いたら小顔になるね、だって、小顔になるね、嬉しい、小顔になりたいけど、ありがとう、良くなることも言ってくれて、いい点ね、いい点いい点も教えてくれてありがとう、いや真面目に生えてるならいいんだよ、真面目に生えてくれなかったんだよ、なんでひねくれた、やめてくれ本当に、ということでそういう悩みを抱えておりますうーん、頑張る、顔シュッてなるよ、本当なるかな、無理、はい、言おうか言わないか迷ってずっと言ってなかった親知らずの話をしてみました、本当にありがとう、悩みを打ち明けてくれてありがとうそう、こういう悩みを持って実は生きてました、ここ最近、それだけです、本当に怖い、無理、親知らずを抜いたメンバーに何人か取材したんですけどでもみんなきっとそんなさ真面目に生えてる人たちじゃん、なんか一瞬だよみたいな体験談一瞬だよとか言って、一瞬なわけないよって思うんですけど、みんなそうやって言ってた、うん、親知らず抜きましたって聞きに回った何人か、うん、そう、結構晴れますよねとか晴れの状況も聞いたし、もうなんかそう11月は抜けるかな、11月本当は抜きたいんですけど、でもちょっとね、いつか晴れてるかもしれない、いやでも待って、いけるのか、私そんな勇気私にあるのかな、でも抜かないとって言われそう、さすがに、うん、はい、
とりあえず頑張ります。いい病院知りませんか。調べるしかないよね本当に。そう、下尾にも相談したの。でも下尾さ、あの人すごいんだよ。知ってた？めっちゃ歯並びいいんだよ。ずっと。確かにずっと昔からいいなと思ってたけど、すっごいおもろいんだけど、びっくり、小学校のところ時だったかな、下尾が。なんか、学校の中で綺麗すぎて、なんか、そう、歯医者さんに褒められたみたいな。学校で。一番綺麗な歯ですみたいなこと言われて、歯並び良すぎてすごくない？でさ、あれ作ってもらったんだって、あの自分の歯の模型肩取って、そんな綺麗なん？すごっ、羨ましい。どういうこと？と思って、だから親知らずもでも生えてないって、私まだ生えてないみたいな、絶対それも絶対生えん人よって思って、すごくない？模型取るって。どんなよ。だから下尾の歯に注目してみて、みんな。うん、めっちゃ綺麗。うらやましい。すごい。うらやましい。歯に悩まされてるの、ずっと。うらやましい。歯が欲しい。うん。すごくね、下尾さんこれ言ってないかな、言ってない話しちゃったかな。でも羨ましいし素晴らしい話だからいいよね。そうそう、表情すごくない？どんな状況？初めて聞いた、そんなのって。もうもはや 歯並びがさ、もう特技じゃない、特技歯並びみたいなの書けるぐらいだよね。そんな人生で表彰されるとか、すごくない？それでされてないよ。羨ましいなと思った話です。うん、いいな。私は3本抜いてやっとなんとかしたけども、追加で何本抜くの親知らず。え、うん、右下だけ生えてないんです。その他全部います。ちなみにここにもいるし、ここにもいます。終わりです。3本います。終わりました。終わりです。さよなら。変わってください。誰か右ももはや生えてくれ。逆に言うと何年後かに生えてきても、ちょっともう本当に嫌だから、早めに生えるなら早めに生えてくれるっていう。たまになんかいるからなみたいな反応するんです、右下も。私いるからなみたいな、わかる？親知らず生えたことある人わかると思うんだけど、なんかうずいてる多分でいるんです。だから生えそう、こっちも生えそう、結局全部生えるやん絶対。本当にやだ。わかる？その感覚。嬉しい、分かってくれて嬉しい、ありがとう。てっての子本当にやばい、マジでどうしよう、うん、一番最近これがもう一番もう考えさせられる歯のことばっかり。実はずっと歯のことを考えてます。本当にやばい、もうどうにかなりそう、無理すぎて。まあ応援してて、とりあえずごめんね、痛い話かもしれないよね、ほんとごめん、思い出させてしまったかもしれない、みんなさんの親知らずの経験を。でも頑張る、頑張るから。もしかしたらこっち先に片付けないといけないかも。新しいことを覚えるとかそういう話じゃなくて、まずこの治療をしないといけないかもしれない。なんでこんなことに、うん、メール、ほんとめいってる、ずっとめいってる、ほんとにやだ。はい、何の話で終わるのこれ、やばいね。とりあえず親知らずが様子んだら、確かにあの覚え事に入りたいなと思います。行かなきゃいけないじゃん。じゃあもう11月に行かなきゃいけない。歯医者行ってないんです。休みの日なんてあったんですけど歯医者行ってないんです。
行かないといけないっていうのは分かってたんですけど行ってないんです。昨日も美容室行きました。はい、歯医者と迷いました。歯医者行こうか美容室行こうか迷いました。美容室にしました。すいません。行きます。頑張って行きます。もうここで言ったんでね、もうはい、ちょっと9月から本当は夏行かなきゃいけなかったんですけど、実は夏からずっともう行ってないんです。拒否ってます。体が行きません。言うこと聞きません。歯医者の方向に向きません。無理です。でも行かなきゃいけない。さすがに、うん、美味しいものを食べるにはこれからもはい行かなきゃいけない。行きます。頑張ります。応援してください。手遅れになる場合、はい、行きます。ということで今日も配信ありがとうございました。まあ歯のこと進展ありましたら連絡させていただきます。あー無理ー。ありがとう。ああ打ち明けられたわ。でもずっと言ってなかったからね。うん、はい。じゃあランキング読みますね。悲しい終わり方。そうだね。でももう先生みたいな気持ちなんで、このみんなに報告できてよかった。もう行かざるを得ない状況を作りました。はい、そういう意味です。ということで13位香港の春馬、アットマークお話し会ありがとうかな、ありがとう。お話し会から配信までありがとう。12位立山元気、アットマークミニオンありがとう。11位ゆうありがとう。10位ゆか、アットマークナルリヨシ嬉しいありがとう。9位トーヤさっきぶりありがとう。8位チーム継続ありがとう。7位エムタカアットマーク31話、何31話って何のこと。6位ケータありがとう。あ、今31話見てるってこと。アーロンも最悪の敵ですね。5位はじめアットマーク人生で敗者にてんてんてん。なんだろう。4位栽培アットマーク1押しゾロ2までしか見えないありがとう。3位あパティシエさんだありがとう。あ写真が今日のケーキの写真だありがとう。お話し会からありがとう。ケーキ作ってくれたパティシエさんが。え、はじめ人生で歯医者に行ったことがないのが自慢です。なんでここで自慢してくんの、そんな羨ましいことを。今もう歯並び綺麗な人にみんなにもう八つ当たりしそうだから近づかない方がいいよ。あ、サイバイくん1押しゾロ、2押しナミ、3押し杯。そうなん。いやゾロだよね。でもわかるよ、わかるわかる。杯か、杯か。うん。2位地道な走り屋アットマークユリナありがとう。話がいいから。1位ほのかアットマークなる大好きありがとう。ほのちゃんありがとう。話がいいから、お話し会後の人が多いですね。そらそっか。いや本当にね、いや重大な話を皆さんに打ち明けることができました。とってもとっても怖いですが頑張ります。ありがとう。ということで次は7日の夜ぐらいに多分やると思います。何もなければやると思います。はい。じゃあまた7日の夜ぐらいの配信でお会いしましょう。ありがとうね、見てくれて。うん、荒ぶりましたが、いろいろなんかすごい起伏激しかった配信だな今日。楽しいさ開封式からの
開封式やからの悩みを打ち明けるという、はい、ありがとうございました。なんか現状を伝えられたんじゃないかなと思います。はい、まとめますと、ありがとうございます。じゃあまたまたね、みんなおやすみなさい、寝てください、バイバーイ。